ヴィンセンスはアメリカ海軍の軽巡洋艦。クリーブランド級軽巡洋艦の一隻。艦名はインディアナ州ヴィンセンスにちなむ。その名を持つ艦としては三隻目。ヴィンセンスは1942年3月7日にマサチューセッツ州クインシーのベッスレヘム造船でフリントとして寄港した。艦の建造中の1942年8月に第一次。 ソロモン海戦で、従順洋艦、ヴィンセンスが戦没する。その名を維持するため、フリーントは1942年10月16日に、ヴィンセンスと改名された。1943年7月17日に、アーサー・エオズボーン夫人によって、命名、浸水し、1944年1月21日に、艦長アーサー・ディ・ブラウン大佐の指揮下収益した。 収益後、ベスレヘム造船での偽装は2月末に完了し、間もなく会場公務が行われた。2月25日から3月末日まで、ヴィンセンスは、英領西インド諸島への巡航及び成長巡航を行う。チェサピーク湾地域での短期間の停泊後、ヴィンセンスは、トリニダード近海、主として、パリア湾で活動した。 成長後の修理及び変更が行われた後、ヴィンセンスは、第14巡洋艦隊の司令官ワイルダーディ・ベーカー少将の機関となる。ベーカー少将は、スタッフと共に4月14日に上官した。艦隊には、マイアミとヒューストンも含まれた。ヒューストンは、ヴィンセンスと同様、戦没した、同盟艦の名を受け継いだ艦であった。4月16日に、 ボストンを出港し、パナマ運河を通過した後5月6日に、新珠湾に到着した。翌週は、ハワイ海域で猛訓練を行う。訓練期間に、チェスターにミッツテクが、ヴィンセンスを訪問し、アリューシャン列島での砲撃作戦の功績により、ヴィンセンスの召喚たちに、海軍十字章を受章した。成長及び、訓練期間の後、ヴィンセンスは5月24日に、 真珠湾を出港した。途中訓練を行った後、6日後に、マジュロ干渉に到着する。その1週間後、マジュロを出港した、ヴィンセンスは、第58任務部隊に合流する。高速空母を中心として形成された、この強力な艦隊の指揮官は、マーク・ミッチャー中将であった。ヴィンセンスは6月16日に、最後の一斉射撃を行い、 その後、オーバーホールのため帰国の途に着く。新珠湾を経由し、7月8日にメアアイランド、海軍交渉に到着、有効性試験が完了する8月末まで止まった。オーバーホールの間の8月15日に日本は降伏し、太平洋戦争は終了した。ヴィンセンスは、オーバーホール後の大焼け身が終わると、8月29日にサンディエゴに移動し、 成長を行い、サンクレメンテ島沖で、回復訓練に入る。その後、ヴィンセンスは、マジックカーペット作戦に加わり、水兵及び海兵隊員を乗せて、真珠湾と、西海岸を往復した。魔法の絨毯任務は、秋まで続けられ、続いて、ニューカレドニアのヌーメアで、南太平洋軍司令官、ポールヘンドレン少将の帰還となる。 10月25日にヴィンセンスはヘンドレン少将を乗せ、ガダルカナル島、ラッセル諸島、ツラギ島、エスピリットサント島、エファテ島を視察、11月5日にヌーメアに帰還した。この巡航期間にヴィンセンスはその名の由来となった、同盟艦が沈む地点を通過した。 ヴィンセンスは続いてニュージーランド海域へ2度の巡航を行い、その後300名の帰還兵を乗せて帰路に着いた。1946年3月23日にサンフランシスコで帰還兵を降ろし、ヴィンセンスは不活性化のためメアアイランドへ向かった。ヴィンセンスは1946年9月10日に退役した。 1966年4月1日に除籍され、その後ミサイル実験の標的艦として、海没処分された。ヴィンセンスは、第二次世界大戦の先行で6個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。